ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日は日本最弱の虫が海外で100年以上無双している、という話題について紹介していくぞ。のっけからヤバそうな話ね。海外では問題児扱いされているけど、日本では最弱だなんて一体どんな虫なのかしら。マメコガネっていう昆虫なんだが、ちっちゃくて可愛らしい姿からは想像もつかないほど、すごい破壊力らしいぜ。聞いたことないわね。日本ではどこにでもいるような虫なの？6月から9月頃によく見かける体長1センチくらいで、茶色い羽が特徴的な小型のコガネムシなんだが、その正体は、100年以上も海外を侵犯させ続ける、悪魔の虫ってわけだ。奴らは植物の葉っぱを食い荒らす凶悪な農業害虫で、20世紀の初めに北米大陸に上陸して以来、根絶やしにできないほどの猛威を振るってるぜ。恐ろしすぎるわ。たった1センチの虫がそこまで、信じられないわ。想像以上の害虫じゃない。マメコガネは、世界の農家からはジャパニーズビートルと恐れられている。ただ、今回はあまり日本の虫のことを悪く言う話にはしたくないから、自然のバランスの大事さを追求して楽しく解説していくぞ。そうね、皆がほっこりするような内容じゃないと。日本の虫の素晴らしさから、自然の特徴についていろいろな面で紹介するから、ぜひ最後まで楽しんでみてくれ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。早速だけど、そのマメコガネってどんな虫なの？もうちょっと詳しく教えてくれない？マメコガネは日本全国どこでも見られる昆虫だな。北海道から沖縄まで、広く分布しているぞ。そうなんだ。でも見た目は可愛らしいんでしょ？害虫だなんて信じられないわ。いや、侮るな彼だぜ。マメコガネは体長が9ミリから13ミリ程度の小型のコガネムシなんだが、その小ささからは想像もつかないくらい、農作物に深刻な被害を与える。へぇ、どんな風に被害を与えるの？マメコガネの成虫は、植物の葉っぱを食い荒らすんだよ。大豆やブドウ、桜、クヌギなんかの葉を好んで食べるらしい。それは農家にとって大打撃ね。成虫だけが悪さをするの？実はマメコガネの幼虫も、地中に潜って植物の根っこを食べるから厄介なんだ。これが厄介で、作物を枯らしてしまうこともあるんだよ。幼虫の時から農作物の天敵なんて、恐ろしいわね。そういえば、幼虫ってどんな姿をしてるの？幼虫は白っぽい芋虫みたいな感じで、土の中で暮らしている。体長2センチくらいに成長するらしいが、その間ずっと根を食い続けるから、本当農家にとっては憎たらしい存在だろうな。地中で悪さをするなんて、厄介な害虫ね。そもそもマメコガネの生態って、よくわかってるの？1年に1回しか発生しないんだが、6月から9月にかけて成虫が出現して、メスが土の中に卵を産みつける。そして卵から帰った幼虫が土中で根を食べながら育つ。っていうサイクルを繰り返してるわけだ。そのサイクルを断ち切らないと、被害が広がっちゃうものね。その通りだぜ。しかも寒い地域だと、幼虫が土の中で冬を越して、2年がかりで成虫になることもあるらしい。つまり、一度発生すると簡単には駆除できない厄介者ってわけだ。なるほど。マメコガネについてだいぶ理解が深まったわ。ねえマリサ、マメコガネって見た目は可愛らしいのに、中身は世界的な害虫なんて、なんだかアンバランスよね。ああ、そこがマメコガネの本質、つまり外見と実態のギャップが激しすぎるんだ。確かに、カブトムシやクワガタみたいに、一目見てわかる凶暴さはないものね。そう、だからこそ危険なんだ。可愛い見た目に隠された、あの強烈な食欲と繁殖欲、恐ろしいわね。ねえマリサ、マメコガネって日本でもよく見かける虫ということだけど、そんなにたくさんいるのかしら？マメコガネの個体数はかなり多くて、1枚の葉っぱ20匹以上が群がってることもざらにあるくらいなんだ。うわぁ、想像以上の数ね。でもそれだけ生息数が多いと、日本でも農作物への被害が深刻なんじゃない？いや、不思議なことに日本での農業被害はそこまで大きくない。確かに、ブドウ畑なんかでは食害が問題になることもあるみたいだけどな。へぇ、外国と比べると被害が少ないのね。でも、それはどうしてなの？そこが謎なんだ。日本の自然のバランスが、マメコガネの猛威を抑えてるのかもだぜ。でも、そうなると逆に気になるのが、海外ではどうしてマメコガネが爆発的に増えちゃったのかってことよね。さすがだな霊夢。その疑問こそが、マメコガネ問題の核心だと思うぜ。それなら、マメコガネが海外で大暴れを始めたのはいつ頃なの？それが20世紀の初め頃、1916年にアメリカ東海岸のニュージャージー州で、マメコガネの姿が初めて確認されたんだ。え、もうそんなに前から？ 100 年以上も前の話なのね。ああ、第一次世界大戦真っ只中の出来事だからな。
当時はまだ、昆虫の検疫なんてものは厳しくなかった。なるほど。じゃあ、マメコガネはどうやって海を渡ったの？当時の記録によると、日本から輸出された苗木や植物の中に、マメコガネの幼虫が紛れ込んでいたらしいんだよ。あら、ちょっと待って。苗木や植物って、具体的には何だったの？アヤメの球根だったそうだ。当時は園芸用としてアメリカに輸出されてたらしくてな。へえ、アヤメの球根か。でも、そんな偶然から、マメコガネの北米上陸が始まったなんて。ああ、運命のいたずらってやつだな。誰もがそんな大事件の幕開けだとは、夢にも思わなかった。一方で、マメコガネにとっては理想の地を発見した出来事だと言える。何せ、外国の地は天敵もいない、理想郷だったからな。たった一回の出来事で、そこまで状況が変わっちゃうものなのね。虫の繁殖力って恐ろしいものだわ。いや、おそらく一回だけじゃなかったと思うぜ。1916年に発見されるまでに、何度も密入国を繰り返してた可能性が高いんだ。たまたま見つかったのは氷山の一角で、水面下でマメコガネは知らぬ間に、アメリカ各地に散らばっていったということね。そもそもだけど、マメコガネがこれほど猛威を振るうなら、アメリカの人たちは必死で駆除しようとしたんじゃない？ああ、もちろんそうだったんだが、そこが問題で、マメコガネを完全に駆除するのは、とてつもなく難しいんだよ。え、どうしてなの？農薬を撒けばいいんじゃない？いや、農薬を撒くだけじゃ、どうにもならないんだ。実はマメコガネ、農地の周りの雑草地でも平気で生息できるからな。奴らは草が茂ってるところがあれば、そこでも餌を食って、卵を産んで増えていく。じゃあ、農地を農薬で守っても、周りから次々に侵入してくるってわけね。だから農家は一時的に被害を減らせても、根本的な解決にはならないんだ。なるほど。でも、農地の周りの雑草まで全部刈り取るのは大変そうね。ああ、そんな手間をかけても、すぐにまた草は生えてくるからな。マメコガネにとっては格好の隠れ家になってしまうんだ。じゃあ、物理的にも科学的にも、完全に駆除するのは無理ってことね。だからアメリカの農家は、何十年もマメコガネに悩まされ続けてるんだ。それは大変ね。日本ではそこまでひどくないのに、向こうでは手も足も出ないなんて。ああ、天敵のいない異国の地では、マメコガネの生存力が爆発的に高まるんだろうな。適応力の高さも、奴らの脅威を支える要因の一つなんだ。適応力が高いってどういうこと？つまり、気候風土の違う土地でも、うまく生きていけるってことだ。アメリカは日本より乾燥してるし、寒暖の差も激しいだろ。でも、そんな環境でマメコガネは平気なの？ああ、多少の環境の変化じゃ、奴らの生命力は揺るがないらしい。だから農地だけじゃなく、路傍の草むらでも元気に繁殖できるわけだ。いくつか対策は考えられてるようだが、決定だとは言えないらしい。農薬と物理的防除の組み合わせで、なんとか付き合っていくしかないのが現状だな。そう、アメリカの農家も大変ね。日本でも猛威を振るわないだけマシなのかも。実は大変なのは、アメリカだけじゃないぜ。次は、ヨーロッパでのマメコガネ騒動についても話すぞ。ちょっと待ってマリサ、マメコガネがヨーロッパに上陸したって、本当なの？ああ、本当だぜ。1970年代に大西洋の島々で最初に確認されてから、近年はイタリアやスイスでも姿を現しているらしい。マメコガネの野望は、大西洋を越えてさらに広がりを見せているんだ。恐ろしすぎるわ。マメコガネは一体どこから侵入したのかしら？ヨーロッパには直接日本から運ばれたの？いや、おそらく北米からの二次的な侵入だと考えられている。アメリカに定着したマメコガネが、今度は西へ向かって海を渡ったってわけだ。なるほど。で、最初に上陸したのはどこだったの？1970年代に、ポルトガル領のアゾレス諸島で確認されたのが最初の記録だな。大西洋に浮かぶ島々で、ヨーロッパへの玄関口みたいなもんだ。へぇ、アゾレス諸島か。確かに大西洋を渡るには、格好の中継地点ね。で、その後しばらくはヨーロッパ本土での目撃情報はなかったんだが、2014年になって、イタリアで突如姿を現したんだ。イタリア？一気にヨーロッパの南の方まで行っちゃったのね。そうなんだよ。具体的には、イタリア北部のロンバルディア州で農地への被害が確認されたんだ。うわぁ、アメリカでの二の舞だわ。そこからどんどん勢力を広げていったんでしょ？その通り。で、2017年にはスイスでも目撃例が報告された。スイス南部のキチーノ州だったと記憶しているが、スイスまで？もうイタリアに近いアルプスの国にまで上陸したってこと？そういうことだな。つまりこの数年間で、マメコガネはヨーロッパ南部に急速に分布を広げているわけだ。そんな、ということは、他の国にも拡散しているかもしれないのね。ああ、十分に可能性はあるだろうな。
実際、2017年のスイスでの発見を受けて、周辺国では警戒を呼びかける動きが出ている。そうなのね。もう誰もマメコガネの脅威から逃れられないってことかしら。マメコガネって、本当に恐ろしいペースで海外に広がっていると思うわ。この虫が、海外で大発生した理由について、もう少し詳しく教えてくれない？ああ、それこそが外来種問題の核心に迫る話だからな。まず基本的なパターンとして、ある生物が新天地に侵入した場合、どんなシナリオが待っているか知ってるか？もともといなかった土地に入り込むわけだから、その場所の生態系を乱すことになるんじゃない？その通りだな。それも、侵入先の環境次第では、想像以上の悲劇になりかねないんだ。どういうこと？具体的にはどんな悲劇が起きるのよ？鍵になるのはニッチって概念なんだが、わかりやすく言えば、生態系における生物の役割や居場所のことだ。生物たちの住み分けみたいなもの？そうだな。で、ニッチに隙間があると、外から来た生物がそこを独占することがあるんだ。わかりやすい例だと、その生態系に肉食動物がいなかったとするだろ？そこに外から肉食の生物が侵入したら？あ、他に競争相手がいないから、その生物が一気に増えちゃうわけね。正解だ。天敵もいない環境で餌だけは豊富にある。こんな楽園、彼らにとって夢のようなシナリオだろ？そうね。地元の生物たちは太刀打ちできないわ。それでどんどん数を増やして、生態系を乱すという構図が見えるわ。そういうことだ。それがニッチの隙間を外来生物に独占されるってことなんだよ。なるほど。でも、じゃあマメコガネの場合は、何のニッチを奪ったっていうの？実はマメコガネ、アメリカ大陸には似たような昆虫がほとんどいなかった。同じように植物を食い荒らす昆虫が少なかったから、一人勝ちできたというわけだ。競争相手がいないと、天敵もいなくなるのね。捕食者の不在は、外来種の爆発的増加に拍車をかける大きな要因なんだよ。じゃあ、マメコガネは競合種も天敵もいない環境を手に入れて、増えまくったというわけね。そういうことだな。おまけに気候風土への適応力も高いから、各地で繁栄するのも当然っちゃ当然なんだよな。日本の虫が、ここまで最強になるとは思いもよらなかったわ。環境の影響が大きいとはいえ、日本人としては複雑な気分ね。じゃあ、外来種が新天地に定着するのは、ニッチの隙間を埋められた時だけ？いや、それだけじゃ不十分なんだよ。実は外来種にとって、新天地での生活は過酷な試練の連続なんだ。どういうこと？さっきの話だと、競争相手も天敵もいない楽園みたいに聞こえたけど。ああ、確かに一時的にはそうなるケースが多いんだが、長い目で見ると、そう甘くはないんだよ。そうなんだ。じゃあ、外来種が定着するにはどんな試練を乗り越えないといけないの？まず一つは環境の変化への適応力だな。気候や地形、餌の種類なんかが、今までと全然違うことも多いんだ。なるほど。急に環境が変わったら、それに合わせて生活を変えないといけないのね。で、その適応に失敗すると、たとえ一時的に数を増やしても、すぐに個体数が減っちゃうんだよ。それは大変そう。でも、適応できた種は生き残れるんでしょ？ああ、環境への適応力が高い種ほど、定着に成功する確率が上がるんだ。ただ、それだけじゃまだ十分じゃないんだよな。え、他にも試練があるの？そうなんだ。もう一つの大きな壁が、在来生物との競争と捕食のプレッシャーだ。最初はいなかった天敵も、そのうち現れるようになるってこと？外来種が増えすぎると、やがてそいつを餌にする在来の捕食者が増えてくるんだよ。なるほど。生態系のバランスを取り戻そうとする働きが、天敵を呼び寄せるのね。まさにその通り。そうやって時間をかけて、新しい生物を、食物連鎖に組み込もうとするのが、自然の摂理ってやつなんだ。でも、天敵に狙われるようになると、ガクンと数が減るケースが多いんだよ。じゃあ、外来種は天敵に負けないくらい増殖しないと、いつかは駆逐されちゃうのかしら？うん、それが外来種にとっての試練だな。天敵との駆け引きに勝てるだけの繁殖力を獲得できるかどうか。それが定着できるかどうかの分かれ目なんだ。つまり、新天地の試練を乗り越えられる適者だけが生き残る、と。そうなると、マメコガネが外来種として大繁殖した秘密があるのかしら？もちろんその通りだぜ。マメコガネの秘密の一つが、奴らの異常なまでの繁殖力で、この虫のライフサイクルには、驚くべきトリックがあるんだ。ライフサイクル？確か、卵から成虫までの生活史のことよね。それがマメコガネの繁殖力に関係あるの？大いにあるぞ。まず、マメコガネのメスは一度の交尾で、大量の卵を産むんだ。卵から帰った幼虫は、土の中に潜って過ごすんだが、実はこの幼虫期が、繁殖力の鍵を握ってるぜ。幼虫期が？どういうこと？
幼虫は地中で、じっくりと時間をかけて成長するんだ。その間、外敵に狙われる心配もないし、周りには食べ物も豊富にある。なるほど。天敵に狙われにくく、餌にも困らないなら、幼虫の生存率がものすごく高いってことよね。普通の昆虫なら、卵のうちに鳥に食べられたり、幼虫のうちに他の虫に襲われたりするんだが、マメコガネの幼虫は地中にいるから、そういう心配がない。なるほど、地中生活が幼虫の生存率を高めているのね。それで、無事に育った幼虫はどうなるの？幼虫は十分に成長すると、地中でサナギになるんだ。で、そのサナギから、新しい成虫が誕生するってわけだ。新成虫もまた交尾して、たくさんの卵を産む。このサイクルをひたすら繰り返すことで、マメコガネは爆発的に数を増やしていくんだ。うわぁ、一世代一世代、着実に数が倍々に増えていくのね。そういうことだな。それも、天敵の脅威が少ない地中で、安全に世代交代できるからこそなんだよ。そっか。地中生活が繁殖力の源だったのね。おまけに、マメコガネの幼虫はたくましくて、環境の変化にも強いぜ。それもすごいわね。外来種として新天地に定着するには、環境への適応力も大事なんでしょう？その通り、寒さにも暑さにも強いし、餌が少なくても平気。まさに繁殖に最適化した生き物ってわけだ。恐ろしい生命力だわ。でも、そういう特性がマメコガネの繁栄を支えてるんだろうね。さらに重要なのは、マメコガネの食性だ。実は農作物だけじゃなくて、野生の植物もたくさん食べるから厄介なんだ。え、そうなの？それって具体的にはどんな植物？とにかく雑食性が強いんだ。例えばブドウ、桃、桜、クヌギなんかの葉も好んで食べるし、バラや藤の花なんかも食い荒らすんだ。果物の木から花まで、ほとんど何でもありなのね。要するに植物なら、ほとんど食わず嫌いしないってわけだ。じゃあ、野菜畑に侵入したらもう最後ね。あっという間に全滅させられちゃう。おまけにマメ科の植物は、マメコガネのお気に入りの食べ物なんだ。マメ科？大豆とかそういうやつ？そうそう。大豆やインゲン、そら豆なんかのマメ科植物は、マメコガネにとってごちそうだ。だからマメコガネっていう名前なのね。ああ、広い食性と高い繁殖力。これぞマメコガネが爆発的に分布を広げるための、必勝コンボってわけだ。恐ろしい能力の組み合わせね。それにしても、よくそこまで食性を広げられるものだわ。もともとマメコガネには雑食性の素質があったんだろうが、それが外来の地では、存分に発揮されるようになっただけなんだよな。もともとの能力が、新天地ではより強く発揮された、と、水を得た魚とはこのことだわ。でもさ、マメコガネって外国では大暴れしてるのに、どうして日本じゃそこまで悪さをしないの？それが天敵のおかげなんだ。日本にはマメコガネを食べる生き物がたくさんいるからな。へぇ、具体的にはどんな生き物が天敵になってるの？まず鳥だな。カラスやモグラなんかが、マメコガネの幼虫を食べるんだ。ああ、なるほど。幼虫って土の中にいるんだっけ？そうだな。だから地中で暮らすモグラなんかは、格好の天敵ってわけだ。なるほど、モグラが土の中の幼虫を食べてくれるのね。他にも天敵っているの？ああ、昆虫にもいるぞ。アリやゴミムシなんかが、マメコガネの幼虫を襲うんだ。へえ、虫が虫を食べるんだ。弱肉強食の世界ね。自然界ではよくあることさ。でもそれだけじゃない。マメコガネの天敵は、意外なところにもいるんだぜ。その名もバチルスポピリエっていう土壌細菌が、マメコガネの幼虫に寄生して、体の中から殺しちまうんだ。うわぁ、なんだかグロテスクね。でもすごい、細菌にも天敵がいるなんて。ああ、自然界の殺し屋は何でもありなんだよ。おまけに寄生性の線虫なんかも、マメコガネ退治に一役買ってるらしい。線虫？あの細長い虫みたいなやつ？そうそう、ミミズの仲間みたいなやつ。それがマメコガネの体内に入り込んで、内側からボロボロにしちまうんだとさ。うげえ。天敵っていろんなところにいるのね。ああ、だからこそ日本じゃマメコガネが大発生しないんだよ。鳥に昆虫に細菌に線虫、四方八方から天敵に囲まれてるからな。日本の豊かな生物多様性が、マメコガネ対策に一役買ってるってわけだ。ふむふむ。生物多様性の大切さが、よくわかったわ。日本の自然はレベルが段違いね。そもそもだけれど、マメコガネが外国に広がったのは、結局のところ人間の活動が原因なのよね。ああ、その通りだな。人の物流に便乗して、昆虫も一緒に移動してしまうんだ。そういえば最近、外国から変な虫が来たっていうニュースをよく聞くわね。そうだろ？グローバル化の影響で、生き物の移動が以前より格段に増えてるんだ。グローバル化って、具体的にはどういうこと？
国と国との行き来が盛んになって、物や人の移動が活発化することだな。なるほど。それで虫たちも、知らないうちに外国に運ばれちゃうのね。そういうことだ。特に海を越えるような長距離の移動では、船や飛行機の貨物に紛れ込む形で運ばれる。ああ、確かに。船とか飛行機だと、虫にとっても移動が楽ちんよね。特に問題なのが、コンテナ輸送だな。あれが世界中を移動するから、虫の格好の乗り物になってるんだよ。なるほど。コンテナの中なら、外の環境の変化も防げるものね。まるで各国の港が、外中の侵入口になってるようなものだわ。世界中から集まるコンテナの中には、知らない間に虫が紛れ込んでるってことでしょ？そうだぜ。で、そのまま国内に運ばれて、気づいたら外来種になってたってパターンが多いんだ。うわぁ、怖い。完璧に防ぐのは難しそうね。ああ、物の検査を強化しても、すり抜ける虫は必ず出てくるからな。港での水際対策だけじゃ、どうしても限界があるんだよ。じゃあ、どうすれば外来種の侵入を防げるの？難しい問題だが、まずは、輸入品の検査体制をより厳格にすることだな。で、万が一侵入した外来種は、初期段階で集中的に駆除する必要がある。定着する前に叩くことが大事なんだ。なるほど。早期発見、早期対処が肝心ってことね。ねえマリサ、外来種が悪者扱いされるのはよくわかったんだけど、そもそも虫を善玉と悪玉に分けるのっておかしくない？おお、鋭い突っ込みだな霊夢。確かに自然界では、善玉も悪玉もないのが本当のところだ。そうよね。だって虫たちは、みんな生きるために必死なんでしょ？まさにその通り。彼らは善悪の概念なんて持ち合わせちゃいない。ただひたすらに、自分の本能に従って生きてるだけなんだよな。じゃあ例えば、農作物を食べる虫だって、別に悪いわけじゃないのよね。ああ、虫の立場に立てば、農作物だろうが野草だろうが、食べられるものはみんな同じ。彼らは悪意を持って作物を荒らしてるわけじゃないんだ。そっか。農家の人からしたら害虫でも、虫本人には何の罪もないのね。善玉だと思ってた虫が実は微妙な存在だったり、その逆もあったりするからな。どういうこと？もう少し詳しく教えてくれる？うん、例えば先に出てきたニッチの話を思い出してみろよ。ある虫にとっての天敵が、別の虫にとっては競争相手だったりするだろ？あ、なるほど、そういえばそうだったわね。天敵が増えると害虫が減るけど、在来の虫も一緒に減っちゃったりするのよね。その通り。そう考えると、生態系のバランスを一言で言い表すのは至難の業だと思わないか？確かに。自然界の仕組みは、もっと複雑回帰なのね。簡単に良し悪しを決められないわ。ある意味じゃ、自然界に絶対的な正義なんてものは存在しないのかもだ。じゃあ結局のところ、豆子が根が単なる悪者とは言い切れないのよね。なんだか難しい話になってきたわね。善玉も悪玉もない世界だっていう話、よくよく考えると奥が深いわね。ああ、自然界の複雑さを思い知らされるよな。特に虫たちの世界は、私たちの想像を超えてるんだ。そうね。一匹一匹バラバラに生きてるように見えて、実はみんな繋がってるのよね。正解。虫たちは他の生き物や環境と深く関わり合いながら、生きていくしかないんだよな。だからこそ、在来種も外来種も、その関係性が何より大事なのよね。マメコガネだって、日本の生態系の中では立派な在来種の一員なわけだからな。そう考えると、外来種だからって排除していいわけじゃないのね。もともとその土地にいた虫たちとの関係を、もっと大切にしないといけないわ。まさにその通り。問題は、その微妙なバランスを崩さないことなんだよな。バランス。具体的にはどういうことなのかしら？例えばだな、ある虫がいなくなったら、他の虫たちにどんな影響があるか。ってことを考えるのが大事なんだと思うんだ。ふむふむ、食物連鎖じゃないけど、みんな誰かの餌になったり、誰かを食べたりしてるものね。そういうことだ。だからもし、在来種がいなくなったら、その分外来種が増えちゃうかもしれないだろ？あ、なるほど。在来種がいるから、外来種が抑えられてるってことなのね。そうそう。言い換えれば、在来種と外来種のバランスが大事ってことなんだよな。なるほど。じゃあ逆に、外来種を無理やり排除したら、在来種のバランスが崩れちゃうかもしれないのね。その通りだ。極端な話、在来種同士で共食いが始まったりしてな。うわぁ、そんなことになったら大変。自然界のバランスは、私たちが思ってるより繊細なのかもしれないわね。マリサ、今日の話を通して、マメコガネという小さな虫が、いろんな問題を映し出してるって感じたわ。ああ、外来種問題にしろ、人間と自然の共存にしろ。マメコガネの存在が、現代社会の課題を浮き彫りにしてるよな。そうよね。グローバル化が進む中で、自然保護のあり方も問い直すべきだわ。その通りだと思う。
便利さと引き換えに、自然を失ってきた私たち。そこに警鐘を鳴らしてくれてるのが、他でもないマメコガネなんだと思うぜ。うんうん。一見弱々しい虫に見えて、実は生態系のバランスを支える大事な存在なのよね。ああ、まさに自然界の妙を物語ってるよな。マメコガネを通して、私たちは多くのことを学ばせてもらったと思うわ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。